キュー・ウィリアムソンはアメリカ合衆国の政治家である。ノースカロライナを代表してフィラデルフィアのアメリカ合衆国憲法制定会議に出席し、その署名者となったことでよく知られている。ウィリアムソンは国際的に名声を得た学者であった。その博学者によって愛国者側の指導的知識人の何人かと懇意になり、翻って政治的観念が湧き出ることで、 憲法の文章表現を乱すことになったアメリカ独立戦争の間、医者として、また自然科学者として、アメリカの戦争遂行に、その注目に値する才能で貢献することになった。ウィリアムソンの生きた時代の卓越した出来事における、経験が、穏やかな学者を機敏な政治家と、効果的な中央政府を作る運動での決意の固い、指導者に変えた。この指導力は、 フィラデルフィアの憲法制定会議だけでなく、ノースカロライナにおける憲法批准のための議論の間でも遺憾なく発揮された。ウィリアムソンの経歴は、まさに18世紀の多くのアメリカ人の人生を特徴づける、よりどころの無差を表している。辺境に生まれたウィリアムソンはその長い人生の間の、かなりの期間を、国内の3つの異なる地域で生活した。この流動性は、 疑いもなくその民族主義的見解、すなわち州にまたがる軍隊と共に従軍したことで強化され、ノースカロライナでの支持者となった農園主や商人の興味で補強された見解の形成に貢献した。これらの経験によって強い中央政府のみが新しい国の政治的、経済的及び知的な未来を適切に守り、育て上げることができると確信した。ウィリアムソンは、 ペンシルベニアの当時は辺境であったチェスター軍で生まれた。若い時はヒヨアであったので家業の洋服屋でその経歴を始めることがはばかられた。両親はその代わりに私立の専門学校に入れ、次にフィラデルフィア大学に進ませた。ウィリアムソンはこの大学の最初の卒業生の一人としてコネチカットで説教師の資格を得たが、土地の牧師の間で党派的論争があり、 また健康障害が再発して牧師になる道を諦めた。学問の世界に戻り、修士号を得ることで1760年に母校の数学教授として雇われることになった。4年後にまた経歴が変わり、医学の勉強を始めた。オランダで権威あるユトレヒト大学で学位を得て、フィラデルフィアに戻り委員を開業した。同時に多くの独立した科学や、 教育の計画を追求し、この分野の働きによって、アメリカ哲学会の会員になりまた、ヨーロッパの知的サークルにも迎えられた。科学や教育における興味は、ウィリアムソンを直接、政治と愛国者の側に導くことになった。1773年に、イングランドに渡って、地元の教育計画のための資金を集めに行く途中で、ボストンに立ち寄った。 そこで愛国者たちがアメリカインディアンの紛争をしてイギリスの議会が輸入品に新たに課した税金に抗議して積み荷の茶を破壊したいわゆる有名なボストン茶会事件を目撃したロンドンに着くと数密院に呼び出されこの反乱者の行動と一般的な植民地事情について証言させられたウィリアムソンはこの出来事の間に政治的に目覚めることになった マサチューセッツに対して懲罰的手段を形成する過程にあった数密院議員による質問に答える間に抑圧は反乱を引き起こすとはっきり警告した。続いて愛国者の立場で中核になってきつつあった議論、すなわちイギリス政府における決定に代表者を送ることを含めアメリカ人はイギリス人の権利をそのまま享受できるということを表明した。 この証言によって、ロンドン在の他のアメリカ人の注目を引いた。ベンジャミン・フランクリンとは、科学における互いの興味によって揺るぎない、協調関係を作り上げ、また間もなく有名なアメリカの科学者などに加わり、イギリス政府に反対し、アメリカの主張に同情的なイギリス人の間の支持を訴えた。ウィリアムソンは続いて、オランダに渡り、科学や、 教育計画の会合に出席するという隠れみのを利用して愛国者側を支持する小冊子やその他の論文の出版を準備した。オランダにいる間に植民地が独立を宣言したことを知った。ウィリアムソンは会場で捕まえられそうになったのを何とか逃れ、1777年早くにフィラデルフィアに急行し、大陸軍の医務局勤務を志願した。この時医務局には、 空きがなかったので、弟と共同事業を始めることを決心し、イギリス軍による海上封鎖を潜って、西インド諸島から薬品など貴重品を輸入することにした。このやり方で、それまでの知人や評判を使うことで、戦争遂行のために最善の貢献ができると考え、ノースカロライナのイーデントンを活動拠点にした。ノースカロライナに定着すると、地域の農園主や、 商人のための医療を始めることになった。これら様々な活動によって、ノースカロライナの政治指導者の注目を集めることになった。この地域には、海やフロリダの基地からイギリス軍が侵入する恐れがあり、植民地議会は、サウスカロライナを援助するために4000名の軍隊を立ち上げることを議決した。リチャード・キャズウェル知事は、少々の位に就任し、 これら市民兵の指揮官として出陣した時、ウィリアムソンを国の意思及び軍医総監に指名したので、ウィリアムソンはこの職を終戦まで続けた。1780年にチャールストンが陥落したことは、アメリカ軍にとって停滞敗北であっただけでなく、新しいイギリス軍戦略の第一段階が終わったことを示していた。イギリス軍の戦略では、 ワシントンの主力軍を北部に縛り付けておく一方で、チャールズ・コーンウォリス将軍の指揮する軍隊が北へ、向かって進攻するというものだった。ジョージアのサバンナとチャールストーンを作戦基地として使い、イギリス軍正規兵はノースカロライナやバージニアに進軍することを期待し、一方で、地元のロイヤリストからなる民兵隊は、正規軍が占領した地域を確保しておいた。この戦略が成功すれば、 アメリカ植民地を南部から征服に導けるはずだった。このコーンウォリスの動きに対抗するために、大陸会議は、ホ保シ諸ゲイツ将軍を南部に派遣して、南部諸地域の部隊、すなわちキャズウェルのノースカロライナ部隊及び救護士らへのバージニア、民兵隊集団から構成される小さな軍隊の指揮を取らせた。ゲイツは、サウスカロライナのキャムデン近くで、 イギリス軍前新基地の攻撃を試みたが、戦いが始まった時もまだ形成中であった。疲れ切った民兵隊は、総崩れとなり、アメリカは、またしても敗北を味わった。この惨劇を目撃したウィリアムソンは志願して、敵の前線の後ろを抜け、傷ついたアメリカ兵の治療をした。この慈悲深い任務に2ヶ月が費やされた。捕虜宿営地に、 天然痘が流行る恐れが出た時、コーンボリスや他のイギリス軍士官と薬病と戦うための適切な方法について熱心に議論した。その忍耐力と科学的な評価が身を結んだ。イギリス軍はウィリアムソンの助言に従い、薬病に打ち勝った。1780年の秋に、ウィリアムソンは戦場に戻った。ゲーツを引き継いだナサニエル・グリーン少将が、 大陸軍正規兵と民兵の共同行動により南部を回復する輝かしい作戦行動を始めた。グリーンの主力軍が一連の戦闘でイギリス軍と戦う一方で民兵隊は小さな前哨基地や孤立した敵部隊を積み取っていくことに集中した。沼の狐とあだ名されたフランシス・マリオンやその他主にサウスカロライナで活動した者たちがこれら、 ゲリラ活動で特に記憶されたが、ノースカロライナの部隊もこの戦術を採用した。ウィリアムソンは、ノースカロライナ東部で、イギリス軍の活動を抑えることが、任務のアイザック・グレゴリー准将の部隊につけられた。グレゴリーは、リズマルスワンプあたりの広大な地域を拠点とし、その小さな軍隊を危険にさらすことなく、イギリス軍をウィルミントンに釘付けにした。 予防医学におけるウィリアムソンの大胆な革新的方法、特に衛生と食生活の重要性を未熟な軍隊に熱心に教えたことで、沼地に寄居した6ヶ月間事実上病気知らずで指揮できたが、これは18世紀の戦争では極めて稀な医療だった。1782年、ウィリアムソンの住む地域の隣人がウィリアムソンをノースカロライナ会議員に選出し、 これを数期間務めることになった。退役兵の権利を規定するために作られたものなど、多くの委員会に在籍し、また国の著作権法を起草した。1782年には、仲間の議員たちが、ウィリアムソンを大陸会議代表にも選出した。この国政を預かる機関に指名されたことは、ウィリアムソンにとって、自然に政治的意識の高まりとなり、連邦主義の推進者になっていった。 独立戦争中の特に両カロライナでの1780年から1781年にかけての作戦行動で国間の共同の差し迫る必要性にさらされたその経験は強い中央政府の軍事的重要性を確信させることになった。国間の連携を取ることから生まれる経済的な恩恵を認識するようになるとこの関心が強まった。 1786年、ノースカロライナは、大西洋中部の国に影響する、経済的な問題を片付けるために招集された、アナポリス会議の代表に、ウィリアムソンを選んで出席させた。ウィリアムソンの到着は、メリーランドでの議論で役割を演じるには遅すぎたが、翌年、フィラデルフィアでの憲法制定会議に、ノースカロライナ代表として、ウィリアムソンを指名したときは、 国間の問題を議論する準備ができていた。ウィリアムソンは会議のセッションに誠実に出席し、国でもよく知られた民族主義指導者である二人、アレクサンダー・ハミルトンとジェームズ・マディソンの家に帰居した。その知的な卓越さや国際的な経歴によって、ノースカロライナの代表団では指導的な役割を引き受けさせることになった。懸命に働ける能力と生まれついての良質な ユーモア感によって、連邦主義者にとっては貴重な存在になり、新しい政府機関に同意を得るために必要な多くの政治的妥協を生み出していった。会議が閉会になる少し前に、ウィリアムソンは、強い連邦制度を擁護する一連の公開の手紙を、執筆した。これら、シルビアスの手紙は、自分の国の田舎や、しばしば負債にあえぐ農夫が、 小さな政府の規制を好むのに対し、海岸地域の商人や農園主集団が中央政府によって厳格に規制された経済を欲している、その国の多くの実際的な関心に向けられていた。簡単な例を挙げれば、双方のグループにインフレ的な財政と税金の二重の危険性が国内の製造業の成長を阻害すると説明した。ノースカロライナの人々には、 その将来の繁栄の基礎として憲法を支持することを進めた。批准の過程はアメリカ合衆国が継ぎはぎの仕組みと一連のご都合主義に止まるか、あるいは地球上で最も繁栄し、独立し、幸福な国になるかを決めるものだと説明した。フィラデルフィアの閉会に続いて、ウィリアムソンはニューヨークに戻り、大陸会議の最後の会期に参加し、 この会議体に対するノースカロライナの感情に決着をつける代理人の一人として働いた。この任務のためにノースカロライナが初めて憲法を検討し、これを否決したヒルスボロ会議には出られなかったが、1789年にファイエットビルで開催された二度目の会議には大きな役割を演じた。ここでは憲法に対する支持者を集めることに成功した。 ウィリアムソンの住む地域の隣人は最初の連邦議会議員にウィリアムソンを選出した。これを2期務めた後に引退してニューヨークに住み広い範囲の学術的興味の探求を続けた。その研究について多くの文献を表し多くの学術団体に参加し多くの事前事業にも貢献した。またノースカロライナ大学チャペルヒル校の最初の理事の一人も務めた。 トーマス・ジェファーソンはフィラデルフィア憲法制定会議でのウィリアムソンの役割を彼は有能なメンバーであり、鋭い知性があり、仕事に前向きであり、そして高度に博学だった。という言葉で表現した。ありがとうございます。